ちらですよ。名馬の輪。令和もこうよ。はい、輪です。新しい、ね、時代をお祝いする、ね、一斉放水すごかったですね。やっぱ6席で同時に一斉放水はさすが圧巻です。このシーンはなかなか、ね、見れませんから、皆さん新しい時代に、ね、どうぞもう目に焼き付いていたと思うつけていただいたと思います。さあそしてその次はですね、はい、事前に申し込みいただいた皆様によります一文字令和を、ね、制作いたします。今ね、受付を行っていて黄色いねエプロンをつけていただいております。まず今日のですね、ドローンからの撮影、2回撮ります。まずですね比較的高度を高く上がって、横浜のこう海まで両サイドの海まで映るような距離からワンショット、それからもうワンショットはですねそこからぐーっと高度を下ろしてきてちょうどこの令和という文字が写真で言えばフレームの内側ギリギリに入るぐらいの高さまでドローンが降りてきて、もう2回目のショットを撮ります。ツーショットを撮りますんでその時私ご案内しますから今つけているその黄色いですねエプロンを両手でしっかり持っていただいて前へプッとこうね伸ばしていただくと上から撮ると綺麗な文字になります。はい、今ね最後の方の方受付しておりますのでもうしばらくお待ちください。さあ一斉放水の、ね、プログラムも終了したようです。さあそして令和の一文字も間もなく最後の方が受付で全員集合となりますね。さあ楽しみです。先ほどご案内した通りツーショットを撮ります。高度が高い位置からまずワンショット、そしてぐっとドローン高度を落としてですね、ちょうどこの写真でいうフレームの内側に令和という文字が入るような角度まで高度を下ろしたところでワンショット、このマイクでご案内をいたします、ね、どうぞ周りにいらっしゃる方もですねぼーっと立ってるだけだとつまんない写真になりますから高度高い時で撮りますよって言った時と下げて撮りますよって時はどうぞ周りの人たちはもう手振っちゃってくださいね。さあ2回目3回目参加する方もですね、どうぞ周りで参加いただければと思います。
さあ、そして第1回目の受付も全て終了ですかね。1回目に申し込んだ方、まだその辺でうろうろしている方いらっしゃいませんか。はい、全員揃ったようです。さあ、それではね、ドローン撮影そろそろ準備参ります。準備が良ければご案内させていただきます。まずワンショット目はね、比較的高いところから、多分その時はですね、この両サイドの海も映るような写真になると思います。今モニタリングしながらですね、角度、高さ微調整してますんでね、もうちょっとお待ちください。ドローンからの撮影、そして上空にはですね、ヘリコプターも来てますね。はい、それでは係のね、ものが近くで皆さんのそばでご案内していると思います。どういうポーズをとっていいのかというのをご案内をしております。さあ、コードの方決まりました。はい、それではですね、まず一番高度の高いところからのワンショットいきますよ。周りにいる人たちもね、ぼーっと立ってないで手振ってくださいね。いきますよ。あのね、ありがとう、令和でいきましょう。令和でニコッとやってくださいね。いきますよ、せーの、令和。はい、撮ってます。結構ね、いい写真撮ろうとパシャパシャしてますからね。パシャパシャやってます。パシャパシャ。 OK が出るかな、まだかな。はい、 OK 出ました。さあ、次はですね、このドーン、高度下がってまいります。下がっていいところでもうワンショットいきます。横から見ると本当に文字になってるからドキドキしますよね。ここから見ると皆さんバラバラになってる感じで、これがどんな綺麗な文字になってるんでしょうか。楽しみですね、これね。結構ドラマもいいところまで降りてきました。ね、皆さんの顔もまた映るかもしれません。小さかったら見えてね、ルーペを通してください。フレーム決まりました。それでは行きますよ。周りの人も手を振って行きますよ。レイワ、はい、クリー。さあ、それは今パシャパシャ撮ってます。パシャパシャ撮ってます。 OK、 はい、 OK、 どうもありがとうございました。はい、今撮った写真はですね、すぐに下のロビーで、プリントアウトをしてですね、皆様の方には1000円でご販売をするということになっておりますので、どうぞ楽しみにしていてください。ありがとうございました。1回目のね、掃除大成功。
さあ、そして2回目のね、申し込みをされている方もですね、どうぞ今一文字作ったそばにね、集まってきていただければと思います。1回目の皆様が全部退場したら、入り口のご案内をさせていただきます。1回目の、ね、ご参加の皆さん、どうもありがとうございました。さあ、では新しい時代始まりました、ね、平成に続いてね、調子がいい方、ね、平成の時は調子悪かった方も、令和で調子上げましょう。